はい、皆様こんにちは。ドラゴンクエストビザーズ。それでは続きをやっていきます。まあ、前回はですね、悲しいことにですね、救えなかった命がいくつも出てしまったわけなんですけど、まあ、悲しみを乗り越えていきましょう。うん、先ほど助けた人かな。ヘルコンドリを倒す武器を開発したいと。武器のアイデアを考えた結果、ヘルコンドルは空を飛ぶ鳥、普通の攻撃はつまり届かないということは、リリパッドを持つ武器を見て思いついたのですと。まあ、物は作れないけど、作るアイデアは出してくれるので、相変わらずこれこれこうですよっていうことで思いついたのが、大弓でいいのかな、まあヘビーボウガンですね。ヘビーボウガン、うんですね。このレシピが、今教えてもらいました。作れるのかな？あ、作れますね。素材は揃っております。てん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 。はい、出来上がりました。もう一個作っちゃえ。OK。お見事です。はい。空を飛んでるヘルコンドリにも攻撃を当てることができそうですと。うん、元老和さんの言う病と戦うということがいいことか悪いことか。うん、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきにしか聞こえませんと。元老和さんはちょっといろいろ言ってるけど、あれはもうじじいのぼやきだと。だからまあ病気云々よりもまずヘルコンドリを倒そうと、そういう前向きの姿勢みたいですね。そうですね。さらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かもしれませんよと。このね、言葉を信じて本当にいろんなところにみんなつけたと思いますね。なんですけど、まあとりあえずはもうね、ここと、ちょっとこれ形悪いですけどね、こことここぐらいが、こことここで連射ができるぐらいでちょうどいいと思います。ちょっと高さがね、ちょっとまだ、この後ヘルコンドルが出てきてから挑戦しますが、基本こちら側で、とりあえずここにセットしましょう。多分高さ合ってると思うけどな。高さを合わせて、ここの、戦場を少しもうちょっと広くしたらいいと思いますね。で、あとは向こうから帰ってこれる。まあ、これ、まだ作ってないんですけどね。帰ってこれる位置が欲しいと。こう登る位置だから1個下がるか。うん、まあ、そうですね。戻ってこれて撃てる。この辺の位置かな。まあ、これは最終決戦の時に、調整しましょう。というわけで、次のクエストです。ヌルポよ、恐ろしいことが起きてしまったの。わしの言葉を覚えておるか？病と戦うということは以上に辛く苦しいと。うん、ぼやいてますね。あの病気に心当たりはないのかじゃと。ないと言えば嘘になる。我が弟子の名はウルスの名をと。そうですね、患者の人がウルス様って言ってたよね。あの病気の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろう。遺跡の奥地で今も生きておる。そこで恩師はウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃと。まあ、つまりまた走れってことですね。しょうがないからまた走りますと。仕方ありません。あ、ちょっとこれ地下バーみたいになってます。ただ、何の素材もないので、普通の空き家ですけどね。はい。では、彼女へ向かいましょう。さてさて、ちょっと遠い道のりになっちゃいますけども、走っていきましょうかね。方向としては、この間行った、農業の知恵があるところの反対側ですね。に行って、その弟子と、合ってくると。まあ、弟子は多分その研究ですね、少しでも病を
ね、に対抗しようと、多分、不老不死とかね、の研究をしていたのかもしれない。結果、生み出してしまったものが、まあ、確かに、体は永久に生き残るかもしれないが、魂は死んでるという、まあ、腐った死体ですね。はい、ゾンビになってしまった。なんと恐ろしい。なんと恐ろしい。まあだから、病と戦うこと自体が間違っているのかというふうにですね、あの、元老は、言ってるわけなんですけども、どっちが正しいんでしょうかね。この辺のレンガでも、持ってね、街をきれいにしようかと思ったんですけど、めんどくさいですよね。さすがにちょっとめんどくさいね。広大レンガがあるので、確かに、ここで一体。これを全部持って帰れば、あの、街中をレンガだらけにすることも不可能ではない。まあ、それはもう好みで、やっていただくと良いと思います。ただ、まあ、今回はまあ、サクッとクリアしてしまいましょう。洞窟なんかも、鹿として。あー、これ、キラーマシンのあれっけ、墓だっけだな。キラーマシンです、ほら。鉄くずのようだ。何か握りしめていると。ナイキネスの墓標を手に入れた。これも、あの、要は、墓を作ってくれっていう、あれですね。まあ、供養なものです。時間があったらやりましょうか。それよりも今は、弟子に会いに行きましょう。向こうに見えてくる、あの、アイランド。アイランドか？あれが奴の、ここがあの女のハウスね。別にウルスは女じゃないですけども。来ました。早速も壊しましょう。この辺のものをもらっていきましょう。ご覧ください。屍類類。得体の知らない力を感じる。しかも夜になってしまうという、このホラー感。死体、ごめんね。でも欲しいものいっぱいあるんだ。古い家に文字や数字がびっちり書かれていると。なぜだ、どうやってもうまくいかない。やはり山に抗うことなど無駄なのか、と。うん。まあ、ちょっと今目も壊しちゃいましたけども。まあ、要は、ここにいますね。ほら。プル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 してる。誰だ、お前は、と。もうすべて終わったんだ。放っておいてくれ、と。ああ、元老は様。はは、ゲホゲホ。で、ここで、元老はからもらった手紙を渡します。元老は様？これが彼の、ウルスですね。弟子でございます。私はとんでもないことをしてしまった。すべては元老様が正しかった。人間ごときが病を超えるなんておこがましいごほごほ。この目を元老様に、なんかでも、ああ、多すぎ。これは多いですね。多いけど、とりあえずなんかもう回転切りして、まとめて、ついでにあの、家具も破壊していきましょう。家具も破壊しつつ、一石二鳥で、あと2体。これウルスですね。せい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 。悲しいの。背中から切っちゃった。ありがとう、ヌルポ。助けてくれて。これで、元老様に、生命の木を世界中を探すんだ。託されました。そして空気を読まず襲ってくるゴースト。というわけで、託されたメモを持って、帰ろうと思います。
暗いので一旦寝てからにしましょうね。病院誰もいないから私が一人住みですよ。よし。吸ったらば、このかっこいいランプを、かっこいいところにつけて、で、荷物しまって、あ、この辺をあれですね。あれやってもいいですね。でもその前に、まあ、あれ？イルマごめん。助けられなかった。どこに行ってんのあの人。戻ったかぬるぽよ。そしてどうであったと。まあ、こうであったと。まあね。そう。死ではなく、病ではなく死そのものなくとした。で、まあ、不老不死ですね。まあ、不老、まあ、不死ですね。そうなんですね。研究の方向性を間違えてしまったわけです。新しい薬の開発記録。私は反対して研究をやめた。研究の犠牲になった者たちの墓だったのじゃ。あ、つまり研究したせが失敗しちゃった人だったのね。うん、人間が病と戦うのとやはり間違っておるのではないだろうかと。解読が進むまでの間、街を発展させてくれと。頼むぞって言って、もう一瞬発展しました。一瞬で。早いですね、解読。世界中ですね、じゃあ。聖なる祠があった地、そこに立つという生命の木、世界中。もう諦めちゃってません。もう無駄ではないのだろうか。やはり私は、ここまでにすべきだと思うのじゃ。バカ野郎って殴ってやりたい。よし、まあ。とりあえず世界中を目指したいわけなんですけども、その前にちょっとセーブさせてください。セーブ。はい、OK です。さて、亡き者たちの墓ですね。これをね、作っても作らなくてもなんですけど、そうですね。作ってやるか。そうすると、地下に噴水があるおしゃれな、おしゃれな地形の上に、それはおかしいか。それはちょっとおかしいか。まあ、一旦噴水を壊して。でもそんな、下が水のお墓場。それもまた面白い。ここを埋め立てて、よっ。ライトを、ここにして、うん。ちょっとじゃあ埋めちゃいましょう。まあ、ここはなんかスペースが余ったので、とりあえず、埋めちゃいましたけど、ここに墓が間に合うかな？あ、いけそうですね。うん。いけそうです。じゃあ畑のこっちを壊して、立体的にすればこんなに苦しくなかったんですけどね。
よいしょ。ここに墓を建ててあげましょう。間違えた。何を建てるんだっけな。墓墓花花花花。白い花ですね。木の墓。木の墓持ってきてましたよね。木の墓。そして焚き火と。木の花。焚き火。あとベンチですか。トン、トン。ここじゃなかったか。で、あと花か。花とベンチとフェンス。花は取ってくるようかな、これ。白い花は持ってなかった気がしますね。白い粒1個しかない。花は取ってくるようだね。じゃあ、ベンチ作って、フェンス作って、フェンス、フェンス、フェンス。ごめんごめん。フェンス作って、ついでに、あ、違う違う。これも作っとこう。スコップね。で、あと白い花を取っておけばいいね。ちょっと、じゃあ行ってきちゃうか。ね。こっちか。さっさと。ささっと。伴ってやりましょう。装備。でーでーでー。あ、これ青い花だっけ？うん、OKだね。白い花を、スイッ、ついでに、スイッ。オッケー。うん、近くにあってよかったね。死者を弔いつつ、今回はまあ、この第2章リムルダルに関しては、死がね、かなりこう、テーマになってますので。花を添えて、そこじゃない。じゃあそこじゃない。花を添えて、花を添え、添え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 。そして、ベンチー。設計図ビルダー。墓地ができました。ちなみにこれがあると中へ入れません。よっ。ですから、これは欠陥住宅ですね。住宅じゃないか。もう一段建てればよかったかね。まあ、良いでしょう。本当はこう、スペースがね、このいっぱいがこの辺で作りゃいいんですけど、なんか今回こういった感じのテーマにしましたので、墓地の下から水場になってますが、水場、今、潮深です。もう一段こっち手前にして掘れば、大丈夫になると思いますね。深くすれば。あるいは墓地を上げれば。まあ、それは今度にしましょう。というわけで、なんだっけな。リオ軍バトルですね。エルちゃん。エルちゃん。さあ、じゃあ、来ますよ。元老様が病と戦うのをやめろと。何を言うのです。そのようなことは絶対に絶対にと。ヌルポ様、まずは魔物たちを倒しましょう。そうですね、エルは完全に反対してますね。最後まで抗いたいと。諦めたくはありません。この子はずっと前向きだよね。人が死んでしまったことを悲しみつつも、必ず助けると言ってくれてるからね。さあ、というわけで、バトルです。
行くぞー。ちょっとホラーです今回。なんか人間が攻めてくる。でそれが腐った下に、そうはならねえだろって感じだけどね。次々とこういう風に腐った死体が襲いかかってきます。よいしょ、今楽にしてやるぞ。みんなの装備が弱いよね。次々来るぞ、みんな帰るな。しかも夜になってきた。暗いから明るくしてやろうじゃん。よっ、外した。しょ、連打が効いてる効いてる効いてる。ボスか、ボスですね。ボスを倒せ。ボスはもうどこ行くのお前。まさか街を壊す気か。もう連打しちゃって大丈夫だと思います。こっち向いたら逃げよう。いて硬いね。さすがに硬かった。ただ犠牲者なし。旅の扉、緑を手に入れたと。やったね。てん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 。誰だ誰だ、俺だ。誰だ、ここに希望を振りまいている。お前かお前かお前だな。誰か激しく怒る。やったーと思いきや、あれ、まさか、エルが倒れている。ごほごほ。ああ、ヌルポ様と。申し訳ありません。どうやら私も病にかかってしまったようです。なんだって？ついに私も他の誰かをお助けできる力を失ってしまいました。私はもう治療は必要ありません。おそらく今の私たちでは、この病は治せないでしょうと。それにもし私が感染が広げればこの町は終わりですと。皆様のためにこの町をためにと。どうか私を殺してください。なんということだ。今までずっと他人のことを心配してたエルがついに病に。みんな冷てえなおい。殺してとは言うけどね、やっぱり放ってはいけないので寝かせましょう。お願いは私を殺してくださいだそうです。なんということでしょう。重い死神め。こんなことが起きてしまうとは。とりあえずそうそう時間なので今回ここまでしましょう。せめてエルの横で寝よう。おやすみなさい。じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。